はい、どうも広島の映画コレクターであり、映画圏で熱狂食の映画マニア、そしてサメが好きすぎて、よくスーパーでサメを買っております。嘘です。めちゃくちゃ出ます、ようそろー。今月はサメ映画特集ということで、今月見る予定の陳列棚はもうずらっとね、サメ映画で溢れ返っております。いやもうサメ地獄、いやサメ天国ですね。で第3回目の今回はこちらの作品ですね、パニックマーケット。こちらね、オーストラリアとシンガポール共同のサメ映画ですね。まあオーストラリアといえばね、もうあの辺りの海もね、サメの楽園だけあって、サメ映画はねどんどん作られてますし、あとサメ映画のね、舞台にもよくねなってますけども、まあこんなんとかね。これ一応サメ映画ですからね。まあ何の映画かはね、まあマニアしかわからないですけどね。まあこれ置いといて、で今回ね、どんなサメ映画かと言いますと、あるリゾート地はね、突如として、巨大津波がね、発生して、で沿岸部のね、町が、津波によってね、飲み込まれるんですよね。でその町にあるスーパーマーケットもね、津波が押し寄せるんですが、まあかろうじてね、中の13名はね、生き残れますね。で店内はね、浸水していますし、あと出入り口がね、塞がってしまってて、出られないんですよね。であと怪我人もね、いるんですよね。で仕方なくね、陳列棚の上で、救助を待っていると、あら水の中に何かいる、わーって、なんとね、3メートルのホウジロザメがねご来店してたんですよね。でしかもね、死体を食って、人間の肉のね、味を占めたお客様でね、もう家畜の、ね、肉なんかには目もくれず、もう陳列棚の上に、並んだね、生存者をね物色してるんですよね。でさらにね、脅威はサメだけにあらず、水面すれすれをね、高圧電線がねこう垂れ下がっててね、危ないんですよね。であと生存者の中にね、なんと殺人鬼がね潜んでたっていうね。もう下にはサメで同じところに、ね、殺人鬼、そして、いつ爆発してもおかしくなっている、ね、もう地獄のような、ね、状況のなわけですね。でその状況を打開するために、店内にあるものを創意工夫して、挑むっていうね、ところがね、結構面白いんですけどね。まあ、例えばサメがね、泳いでる中で、ね、どうしても水中をね、行かないといけないっていうところでね、サメよけに、買い物かごをね、まあ、鎧のように、身につけて、進んでいくっていうところがね、まあ良かったですね。でそのもう一方で、地下駐車場にも浸水していて、でそこにも生存者、そして、サメが1匹泳いでる、状況で、でそこにね、バカップルの2人とね、そのカップルの、飼ってる犬がね、車に取り残されてるのを、オタクくんがね、助けに行くっていうのが、まあ、カットバックで、描かれていて、まあここね、面白おかしくなってますね。まあ、さっきまで、まあ、そのバカップルをね、イチャイチャしてたのに、もう極限の状況の中でどんどんね、ピリピリねしていってね、まあ、ざまーって、ね、なるんですが、まあ、しまいにはね、彼氏が、彼女のペットの犬をねサメに放り込むんですよね。もう自分が助かるためにね、犬を餌にしちゃうんですよね。でもこの後ね、なんとも皮肉な展開となってね、まあ笑ってしまうんですけどね。であとこちらの作品、この極限状況の中の人間ドラマ、もう実にね、見事に描かれてますね。昔友人をね、サメのためになくしていて、その罪悪感を持ってるね、主人公でその、ね、友人の妹 で主人公の元カノが偶然ね、そのスーパーマーケットにいてね、でしかも別の男をね、連れてきてるんですよね。でそのドラマとでお店でね、万引きしてた女の子がね、いるんですけども、それを逮捕しに来てた警察官がなんとね、その子の父親っていうね。まあそのね、父親と娘はね、まあ奥さん、まあ母親がね、亡くなっていて、で関係がね、まあ良くなかったんですが、この状況で、一変してね、まあ、親子の傷が、深まったという、わけでね、まあ、そのドラマと、で、さらにね、殺人鬼とね、一緒に仕方なくね、店に、強盗しに来ていて、で、まあ、正義感がね、あるのに、まあ、なかなかね、信頼して、もらえない、男の、ドラマがね、大変見応えがあってね、面白いんですよね。で、あと、こちらの作品、上映時は 3D でね、まあ、パニックマーケット、まあ、3D ってね、まあ、3D も見れるね、ブルーレイも出てるんですけども、まあ、だからまあ随所ね、3D の効果を狙った演出がね、なされてますね。まあ手前にね、まあ、こうして、魚がね
こう泳いできてファーってね、画面に向かってね泳いできたりとか、であとね、手前にサメがね、泳いでくるとかね、まあ、こういう意図的にね、3D の効果を狙っていて、まあ、これはね、3D で見るとね、まあ、楽しいですね。まあ一番ラストがね、特にいいですね。なので、3D で見るのがね、まあ、おすすめですね。ちなみにここに、殺人ガニの大群が出るってね、書いてるんですが、これただ単にね、上のダクトから脱出を試みたらたまたまカニがね、そこ避難してて、だから上通れなくて、なってただけなんでね、まあ、全然殺人ガニじゃないですね。これは話盛りすぎですね。はい、ということで、こちらね、パニックマーケット 3D、まあ、もしね、興味が湧いてきましたらね、ぜひ、ご覧になってみてください。まあ、3D がねおすすめですね。はい、ということで、今月サメ映画ね、あとどれだけね、見れるかわかりませんがね、どんどん、見ていきますので、ね、よろしく、いたします。であとね、バックナンバーとチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。であとね、動画がいいとね、思っていただきました、グッド評価ね、していただけると励みになります。大変励みになっております。ではまた。